どうもラオチンです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、新しく洞窟でブランチマイニングやっていきたいと思います。今ダイヤモンドが18個、装備を作るにはもうちょっと必要だよね。行きましょう。前回ちょっと命からがら外に逃げることができたので、アイテムなんかを補充してきました。中の中継地点まで行って、そこから掘り進んでいきましょう。結構ダイヤモンド必要だもんね。おい、いきなり敵かい。どこだ、もういないね。よし、とにかくね、この敵の多さがさ嫌なんだ。とりあえず中継地点急ごう。あ、そうだ、扉だ、扉が欲しかったんだった、忘れてた。扉を作ってはめ込みましょう。よし、完璧だわ、完璧。これで敵が入ってくることはないでしょう。掘り進んでいくぞ。だいぶ掘り進んできました。結構あるよ、結構ダイヤモンドはあるっぽいです。いい感じ、いい感じ。もうないか。よし、今22個、さっき入手した分も合わせて40個か。40個あれば大概の装備は出来上がるんじゃないか。もう少しやってからブランチマイニングは終わりにしましょう。うわ、いかん、めちゃくちゃ敵が出てきた。でもこんな一本道余裕で勝てるわ本当に。まだいるんでしょ。さっきゾンビとかコボルトいっぱいいたよ。いる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 。よっしゃ、ここなら全然勝てるわ。あっ、もうお前たち言い過ぎじゃないか。よっしゃー、おお、まだコボルトいるんか、まだいるんかい。戻ってきました。ではダイヤモンド22個、これで作っていきましょうか。まだ若干足りないんだけどね。一応地上の方にヘルメットだけは置いてあります。チェストの中からゲットしました。あとはここでちょっと作ってみましょう。残り3個か。剣はできるな。剣作ろう。うん、剣はいるわ。 OK、 これで装備があらかた完成か。地上に戻ればヘルメットあるんで、ダイヤ装備がこれで完成です。あー、武器はちょっとまだ使わんとこ。うん、武器はちょっと使わんとおきましょう。 OK、 じゃあちょっとナーガ行ってみるか。ナーガに上に戻ります。しゃあ、戻ってきた。で、頭を装備すればもうこれ全身ダイヤじゃない。ダイヤと鉄だったらだいぶ違うんだよね、性能としてさ。だいぶ違うはずなんだ。よし、もう頭ほぼ壊れかけだったじゃん。はい、じゃあこれでナーガに突撃してみましょうか。遺跡まで来ましたね。どうやって倒すか。これ攻撃ってさ、盾で防げるんだよね。だよね、これで矢だけじゃないよね、防げるのって。ちょっと盾を新品に変えとこうか。一応念のためにさ、新品に変えて、でガードしながら攻撃、こういう感じだよね。 OKOKOK、 挑戦だ、行ってみるぞ。いざとなったらちょっと逃げよういざとなった時にはもう逃げましょう。で、思ったのが、持ってきてないな。矢を持ってきて石をこう積み上げて上に行くじゃない。で、その上から
矢を放っていけば無傷で勝てるんじゃないかなとも思うんだよね。いた！嫌がった。どこやなあが。よっしゃ。よし。どこ？ちょっと相手の位置がしっかり分かる場所で。危ねえ。思い切り食らった。よっしゃあ。食らうね。よし。こういう感じね。ガードしてどこ？ちょっと分からん。敵の位置が全然分かんない。おー危ない。おーなんか食らってる食らってる。ちょっと待って、回復回復して、ちょっと待って、ガードや。おいおい、でかいのよねこれ本当に。よっしゃ、あーこれは難しい。しゃあ、あれ、よし、あ、なんだ、ガードするだけで勝てるの。あ、ピヨってる。ガードしたら、正面からガードしたらピヨるわ。なるほど、そういうやり方。ああ、よしよっしゃ、だいぶダメージも与えてきてる。だいぶじゃないけどね。よっしゃー、ガード、よし、こういうやり方か。なるほどね、分かったぞ。これは簡単だ。よし来い。よっしゃガード、こういう感じで戦っていくのか。よし、ちょっと待って、もうちょいもうちょいもうちょい、半分いった半分いった、いけるぞこれ絶対いける。なるほど、突撃してくるときに合わせてガードしてダメージをしっかり稼ぐということね。あ、なるほど、これ戦い方分かればさ、鉄の剣で全然いけるわ。あと1回、どこだどこだどこだ。突撃してくるときカラカラカラって言うから分かるね。よし、しゃあ、お前の動きは見切った、終わりだ。やったー、やったー、倒した。おお、アイテムいっぱいいっぱいじゃん俺。アイテムいっぱいいっぱい。よし、ちょっとやったぞ、マジでやった。いらないやつはちょっと、もうこの盾もいらないや。捨てとけ捨てとけ。やったー、ついにナーガに勝ちました。ナーガのトロフィーゲットです。きたー、よし、じゃあ、帰りましょうか。いやー、やっぱりね、地図が欲しい。場所が若干分かりづらいんだよね。まあ、近くにね、リッチタワーがあったから、分かりやすいんだけど、これもうちょっと遠くに行ったらさ、帰れなくなったりするんじゃない？で、ちょっと待って、これさ、リッチタワーの、バリアが消えたわ。あ、これ入れるようになったんじゃない？だろうね、多分これ入れるんじゃないかい？あ、壊せる壊せる。わあ、ちょっと待って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 。おお、シルバーフィッシュ出てきたぞ。なんでやねん。おお、ちょっと待って、あそこ蓋したい。変なの出てきた、ちょっと待って。おいおい、あ、でももうリッチのとこに入れるようになってるわ。これ次はあそこだな。うん、いやー、なんかね、クリアできるか不安だったけども、今日の戦いで手応えを感じてる。これはいけるわ。うん、今までは、これ普通にね、剣で攻撃するだけだったのよ。でも、これ重要なのはガードだわ。ガード。うん、大概の攻撃はガードで守ってくれるから、これが重要だ。はいはいはい、戦い方がすごく分かった気がする。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。